こんにちは。こんばんは。今回は、うち主がリサイクルショップに行ってきた話をするぜ。っていうか今のは何なのよ。オープニングのやつか。それよ。見たならわかると思うんだけど、今回、ついに、うち主がメガドライブを手に入れたぜ。おお、ついに手に入れたのね。子供の頃欲しかったけど、買ってもらえなかったって言ってたものね。まあオープニングの映像はだいぶ誇張してるけどな。でもレトロフリークでメガドライブできるから、正直買わなくてもよかったんじゃない？まあそれはそうなんだけど。やっぱり実機っていいよね。それにレトロフリークで動かないソフトを買った時に、実機があれば問題ないわけだしな。っていうかむしろレトロフリークを買ったからこそ、実機も欲しくなってしまったんだけどな。せっかくレトロフリークでいろんな機種のゲームできるのにね。まあ子供の頃の無念も晴らせたわけだし、いいんじゃないかな。では今回買ってきたものを紹介するぜ。ちなみに今回もうぷ主がリサイクルショップに行った当日の駿河屋、アマゾンの価格を参考までに載せておくぜ。今回も駿河屋は送料別、アマゾンは送料込みの最低価格を載せているぜ。なぜこのような参考価格になっているかは、最初のブックオフ行ってみたの回に説明があるからそっちも見てくれると嬉しいぜ。説明欄に URL も載せておくぜ。いつもの定型文です。では紹介するぜ。メガドライブ本体、ファイティングパッド、アダプタ、AV ケーブル、セットで3999円。このセットでのネットでの価格は、Amazon、4980円、だったぜ。ちなみに駿河屋だと、同じ内容のセットでの販売はなかったぜ。駿河屋の方は、本体、3つボタンのコントローラー、アダプタ、AV ケーブルのセットで、4400円だったぜ。1000円くらいは安く買えたのね。そうだな。かなり安かったってわけじゃないけど、本体もコントローラーもなかなか綺麗で、状態はかなり良い方だったんじゃないかな。これくらいの状態だと、ハードオフだと店舗によっては、8000円くらいで売ってるところもあったから、十分お買い得商品だったと思うぜ。それにコントローラーがファイティングパッドなのもいいわね。そうだな。普通の3つボタンコントローラーでも、箱接付きの完品だったらそっちの方がいいけど、そうじゃなければ、ファイティングパッドの方が使いやすいしな。それにうぷ主は、レトロフリークを買った時に、メガドライブのゲーム用に、ファイティングパッドも購入していたので、1コン、2コンとも、ファイティングパッドで揃えられてよかったみたいだぜ。これなら格ゲーで対戦する時も困らないわね。そうだな。まあ対戦することはそうそうないだろうけど、うぷ主の周りはもうスマホゲーム以外ほとんどやってないからな。まあ一人でプレイするにしても、予備のコントローラーはあった方が安心するから、どちらにしろファイティングパッドでよかったと思うぜ。それもそうね。というわけで今回購入したのはメガドライブ本体だぜ。コントローラー、ケーブル、アダプタ、セットだったので、総額は変わらず3999円だぜ。今回はうぷ主的にはいい買い物だったようね。そうだな。他の人から見れば、あまりいい買い物じゃなかったかもしれないけれど、うぷ主的には子供の頃の無念も晴らせたわけだし、満足できたんじゃないかな。本人が納得できる買い物が一番だしね。そういうことだぜ。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.